みやび、逃げて。ママ様、会いたかった。私もよ、こんなに立派になって。ママ様、ママ様。もうそんなに甘えて。あ、ちょっと待って、潰れちゃうから。あと、お醤油とお砂糖を売ってるところないかしら。最後の親子丼は冷めちゃっていたでしょ。してくるね。
さあ、ママ様に甘えるですよ。着いたです。みやびさん、砂糖と醤油。あうん、なんなのよ一体。みやびちゃん、それ面白そう。ヨナちゃんもやる。お前たち、こんなところで何をしているんだ。僕たちはただみやびが急に走っていったから心配して探しに。そうか、私なら大丈夫だ。この通りピンピンしている。ピンピンどころかいつもより生き生きしてるわよ。何があったのか知らないけど。そうだ、お前たちは砂糖と醤油を持っているか。そんなもん持ってるわけないでしょ。いきなりこの世界に連れてこられたんだから。なるほど、となれば持っていそうなのはあいつらか。みやび、どこに行くんだ。待って、みんな追いかけるぞ。お前たち。お、みやびか。矢倉を狙いに来たのかい。砂糖と醤油は持っていないか。は？は、じゃない。砂糖と醤油だ。あるっちゃあるけど。だったら分けてくれ。頼む。やだよ、これからバーベキューするんだから。バーベキュー？そんなもの塩で食え。なければ海水で蒸留しろ。砂糖も醤油もいらないだろう。こっちは親子丼を作るんだ。頼む。親子丼？ああもういい。グダグダ言うなら力ずくでいただくまでだ。Hup! Hup! Hup! Hup!
げに舞い散る。行くぜ。カフン、聖火の宴に舞い散る。いざ火炎の魂に舞い散れ。よっと受けてみよう。つけるんだよ。別に同じ学校でもないのに。一個でも年上なら学校なんて関係なく先輩っす。うちは体育会系っすから。ママ様、いや母さんの声が聞こえたような気がしたんだ。そもそもここに来てからずっと母さんの気配を感じていた。チーム名だな。ミヤビ、本気でずっとこの世界にいるつもりなのかい？そんなつもりはない。しかし今は先のことは考えられない。今はただひたすらにママ様に甘えたいんだ。ミヤビ、すまないナイム、私はママ様のところに帰る。している。え？僕はミヤビの新たな魅力に打ちのめされていたんだ。ミヤビの赤ちゃん言葉、あまりの可愛さに僕は気絶しかけたぐらいだよ。ああ、ミ
イムシャマンって呼んでほしい。ダメだこりゃ。なんかヘビ女で一番まともなのは紫なんじゃないかって思えてきたよ。それはそれでいいこととは思えません。今帰った。お帰りなさい村雲さん。他校の様子はいかがでしたか。雅が死別した母と再会できたらしい。雅さんがお母様と。雅ちゃんよかったね。きっとすごく喜んでたんじゃない。ああ、あんなに幸せそうな雅の顔は見たことがない。そっか、じゃあみやびちゃんは。あの様子ではこの世界で母と暮らすことを選ぶかもしれん。そうですか、あのみやびさんが。我もみやびと同じ気持ちだ村雲さん。我はこの世界に残る。やはり黒影様と離れたくない。気持ちはわかりますが、おじい様の言葉を忘れてしまったのですか。悲しませてしまうかもしれない。だがいつかは理解してくれるはずだ村雲さん。この世界に残りたいと言ってもそんな方法があるかどうかもわからないんですよ。執行部の連中なら残る方法を知っているかもしれない。力ずくで聞き出してやる村雲ちゃん。皆だって同じ思いのはず。なぜ気持ちを押し殺してまで元の世界に戻らなければならないんだ。お取り込み中のところ悪いな。ヤグラを壊しに来たよ。ホムラグレン隊。村雲さん、迷っていらっしゃるのですね。その気持ちはわかりますが、幼馴染として一言言わせていただきます。よん、お前の言葉など聞く耳持たん。いいか、我たちの櫓は絶対に壊させない。少しでもこの祭りを長引かせるためにな。鎮魂の夢に沈む。任務開始。200連戦突破。200連戦突破。やるな。天使。やるな。やるな。わめく。やるな。
これで全力だ。全力だ。やるな。逃げられると思うな。完璧。永久に眠る。よし。毎順次を読む。毎順次ますわ。見ろ毎順次よ。いざ鎮魂の夢に毎日餌の時間だ。私は黙れ黙れ。何を言われても聞く耳は持たぬ。だったらこうです。え？何をするんですか？お目を返してください。さらにこう。ようやく私の話を聞く気になりましたか。お面を返してくれないと話を聞くも何も。村雲さんと私は同じ貧民街の出身です。覚えてますか。あそこはお金、食べ物、洋服、何にもない町でしたね。住んでいる子供たちの表情も暗くて。それもそうですよね。貧民街は何にもないところなんですから。いや、だからお面がないと話に集中できません。でも私たちが忍びとして立派に成功すればきっと貧民街の子供たちにも伝わるはずです。何にも持っていなくても好み一つで道を切り開くことはできる。どんなに貧しくても希望はあるということ。黒影様と一緒にいたいという気持ちはわかりますが、村雲さんにはそんな大事な仕事があるということ。わかりました。とにかくわかりましたから、お面を返してください。本当にわかったのですか。はい、わかりました。いえ、信じられません。このお面は預かっておきます。ちゃんと覚悟ができたら私のところに来てください。そんな、ちょっと待って。
ヨミさん、やりますね。私にはあそこまでのことはできません。せやな、見た目は可愛らしいけどヨミさんは結構えげつない性格しとるからの。いえ、幼馴染の二人だからこそのことでした。ありがとうございます。ヨミさんには感謝します。それやったら元の世界に戻ったらもやし一袋でもやってくれや。ヨミさん喜ぶで。はい、わかりました。みやび、ヤギュ、いつの間にここへ。そうか、私たちの櫓を壊す気だな。だが逆に返り討ちにしてくれよ。そしてその勝利を私のママシャマに捧げる。ママシャマだと？か、母さんのことだ。言い間違いだ。気にするな。そうか、お前は死別した母と再会できたんだな。ああそうだ。死んだはずの身内が生き返る、さぞかし嬉しいことだろう。今のうちにいっぱい甘えればいい。別れは必ず訪れるのだからな。バカめ、私はママシャマと離れるつもりはない。それは元の世界に戻らないということか。そういうわけではない。ではないが、問題を先延ばしにして何になる。悲しみが余計に大きくなることぐらいわかるはずだ。お前に何がわかる。わかるさ、俺には。大切な人との別れは乗り越えられない。乗り越えたようでいてやはり引きずっていた。そのことに気づいてまた乗り越えようとして、そんなことの繰り返しだ。そして俺は分かったんだ。乗り越える必要などないのだと。乗り越える必要がないだと？ふざけるな。だったら悲しみは、大切な人を失った悲しみはどうしたらいいんだ。どうする必要もない。ただ受け入れればいいんだ。分かったようなことを言うな。
ちで行け。遅い。ここが熱い。遅い。ミア、悪の誇りを舞い掲げよう。いざ尋常に舞い散れ。燃え尽きろ。完了した。私たちの櫓が壊された。すまんな。だがこれは勝負だ。俺の妹は交通事故で死んだんだ。いつも俺の後をぴょんぴょんとついてきて、小さくて可愛くて俺にとっては宝物のような存在だった。今でも妹のことを思い出すと胸が張り裂けそうになる。でも俺はそんな痛みとともに前に進もうと思っているんだ。なぜだ、なぜそこまでお前は強い。いや、
俺は強くはない。もし俺が強く見えるのなら、それは仲間の存在があるからだ。仲間。悲しみを受け止めて仲間と共に生きる、お前にだってできることだ。あ、ただし俺とお前では違うところが一つある。何？俺は仲間に支えられている。しかしお前は仲間を支えなければいけない立場だ。蛇女のリーダーとしてな。私は仲間を支える存在。みやび、目を覚ませ。俺は本当の姿のお前と戦ってみたい。余裕。さてと、おにぎりも持ったし、行くとするか。そろりそろり。とりあえずは山の中を目指すよ。静かに目立たないようにね。そうっすね。サムリ様に見つかったら猛烈にまずいっすから。バカ、そういうことを大声で言うな。おお、猛烈で、私に見つかったら何がまずいんじゃ。びっくり。何か隠してるなとは思っていたんじゃ。さて、洗いざらい話してもらおうかの。大先輩の命令には逆らえないっすね。ですね、実は。花火お姉ちゃんは何も言わないで。じゃあ、蓮華お姉ちゃん、なんとかしてっす。なんとかしてって言われても。よし、とりあえず脱ごう。そうじゃなくて、ほら、腹踊りとかいけるんじゃないっすか。そんなのでどうにかなるのは花火お姉ちゃんだけだよ。えらい慌てようだね。こりゃしっかり聞くまで帰れないよ。ベランベ。よし、こうなったらここは通行止め、通せんぼです。ドワーン。さて、逃げ道を塞いだところで強引に聞き出すとするかね。
ス。ドリュー。やめて。スキル直しっす。しないのなら誰が話しても構わんよ。ごめんなさい。確かに私たちは隠し事をしていました。実は私たち忍び学生たちが羨ましかったんです。羨ましい？なるほど。だからおにぎりとか持ってるのね。どういうことじゃ。この間私たちはおにぎりを作ってヘビ女の子たちとピクニックしたんです。あなたたちもたまには息抜きにそういうことしたいってことね。はい、そういうことです。いいと思うわ。緊張しっぱなしだと体に良くないですし、さゆり様もそう思いますよね。そうよな。ま、息抜きもたまには必要か。ヤグラは私たちが見てるから行ってらっしゃい。はい。あざーす。じゃあ行ってきますっす。